筑波周辺の美味しいパン屋さんを巡り、パンの種類ごとに深掘りして紹介するパン好きによるパンマニア番組、つくばパン散歩。つくばパン散歩2回目のテーマはクリームパンということで、私まずはこちらにやってきました。つくば市学園の森にあるブーランジェリーアンアミー。お店は通りから少し奥に入ったつくばハムなどがあるミートコの敷地内にあります。ご主人自慢のパンが並ぶ清潔感ある店内。撮影日はあいにくの雨でしたが、常連のお客様が次々と来店。気さくな会話が弾むアットホームなお店で、地域の人たちとの交流を大切にしているんだなと感じました。僕はもうサラリーマン定年までやってて、定年後に起業したんですけれども、これから先どこまで働けるかなってことを思った時に、まあ、自分でできることをと思ってこのパン屋さんを開業したんですけど、学校に行っていろいろ勉強をして、でお店作り上げて、それでオープンしたっていう、そんな経緯があります。やっぱりギャップありますよね。大変だなと、もう痛感しております。パン職人の道を第二の人生に選んだご主人、お店のこだわりについてもお伺いしました。なるべく手作りにこだわりたいのと、やっぱりこう地域に密着したパン屋さんを目指したいですから、地元の食材を使ったパンをなるべく作っていきたいなと。レンコンそのままさんレンコンバーガーみたいなのとか、つくば豚っていう地元の豚を使ったチャーシューのサンドイッチだったりとか、そういったところに力を入れてます。そんなアンアミーのクリームパンがこちら。昔ながらのクリームパンです。クリームパンはですね、うちは昔ながらの本当にオーソドックスなクリームパンをご用意させていただいています。まあ本当にこう懐かしい昔ながらの香りのするクリームパンってことですかね。はい、では早速いただきます。確かに昔ながらの味がする。クリームが卵とミルクの優しい風味がするんですよ。それがもうねっとりと口の中に広がって、クリームとパンの比率がちょうどいいバランスが取れていて、クリームもパンもどっちも味わえるクリームパンになってます。ねっとり懐かしい風味のクリームともっちり甘めのパン生地の王道クリームパンでした。アンアミーおすすめのパンは他にも。まずは人気ナンバーワンのシナモンロール。シナモンロール、うちの場合はですね、デニッシュの生地でシナモンのフィリングを巻いてあるんですけれども、お値段の割に非常に大きくお得感のあるシナモンロールに仕上がってます。シナモンが苦手だぞって方も意外と美味しいって召し上がっていただけるので、これはもううちの一押しの商品ですので、皆さんこれを目的で買いに来ていただけるお客さんも結構いらっしゃるんで。シナモンのフィリングが結構みずみずしくって、じゅわーっと口の中に広がります。このデニッシュ生地、こう渦巻いてるじゃないですか。この中の方に行くにつれてしっとり感が増して絹のような舌触りになってきます。続いてはこちら、スイートポテトサンドです。お地元の芋屋さん、芋屋さんっていうところのお芋を仕入れて、今回紅天使っていう新種なんですけども、非常に糖度が高くて蜜が出てくるようなお芋をマッシュして、でそれをパンとパンで挟むんですけれども、バターの代わりにカスタードクリームを塗ったところに挟んでるんで、まじっけなしの本当に芋だけなんですけれども、とても甘い芋なんで、スイーツとして楽しんでいただけるサンドイッチに仕上がってます。お芋のクリームがすっごい柔らかい。で、その嬉しいのが、
このお芋のクリームはこれでもかっていうくらいドカッとサンドされているところですね。さつまいもの繊維までちゃんと入ってるんですよ。本当に芋を滑らかにすりつぶして何も加えないで作ったんだなっていう、素材そのままの味が楽しめるサンドイッチです。なるべく地域の皆様に喜んでいただけるようなお店を目指して、日々パンを作ってますので、ぜひうちはコーヒーはサービスで出ますから、パンと一緒に召し上がっていただければなと、ご家族でぜひご来店いただければ幸いです。地域の人たちとの交流を大切にするご主人の人柄と、地元食材にこだわった優しくてほっこりするパンが並ぶアンアミーでした。クリームパンはどこの国で生まれたか知ってる？どこだろう。フランスとか？海外生まれだと思われがちだけど、実は日本発祥なのよ。そうなんだ。しかもとっても古い歴史のあるパンなの。クリームパンが日本で初めて販売されたのは、なんと100年以上も前の明治37年。中華まんやカレーなどでも有名な老舗の食品メーカー、新宿中村屋の創業者相馬愛三と国光夫妻が考案したのよ。100年以上も前にできたんだ。そんな昔にどうやってクリームパンは誕生したの？クリームパン誕生のきっかけはシュークリームだったと言われているの。初めて食べたシュークリームの味に感動した2人が、アンパンのあんのようにクリームをパンに入れることを思いついて、クリームパンが誕生したのよ。シュークリームからひらめいたんだね。販売されたクリームパンは体力向上が叫ばれていた時代に、卵と乳製品を使った栄養価の高い食べ物として受け入れられ、次第に全国へと広まっていったの。ねえねえ、僕ずっと疑問に思ってたことがあるんだけど。なに？なんでクリームパンはあんなグローブみたいな形をしているの？実はね、クリームパンができた当初はグローブ型じゃなくて柏餅のような形だったのよ。切れ込みがなくてツルツルだ。そこからどうしてグローブの形になったのか、明確な理由は分かっていないの。でも有名な説としては、パン生地を発酵させた際にできてしまう空洞をなくすために、生地に切れ込みを入れたからというものがあるわ。空洞のせいでパンを食べた人がクリームが少ないとがっかりしないように、切れ込みを入れて空洞をなくそうとしたと考えられているの。あのグローブみたいな形は食べる人のことを考えた優しさから生まれたんだね。そうね。100年以上も前に誕生し、今もなお人気のクリームパン。生クリームをたっぷり使ったクリームや、チョコレートや抹茶を混ぜたクリーム、固めのクリームやパンを割るととろけて流れ出てしまうような柔らかいクリームなど、クリームにはさまざまなバリエーションがあります。他にもデニッシュ生地やブリオッシュ生地など、パン生地にこだわったクリームパンも見られます。味やクリームの硬さ、パン生地の種類もいっぱいあるよね。自分好みのクリームパンを探してみるのも楽しそう。そうね。今では定番の菓子パンになったクリームパンだけど、町のパン屋さんに出かけてみれば、今まで出会ったことのないような新しいクリームパンに出会えるかもしれません。さまざまなクリームパンを食べ比べて、自分好みの一品を見つけてみてはいかがでしょうか。続いてやってきたのはこちら、つくば市緑野にあるピクニックベーカリー。
おしゃれで美しいパンが並びます。午後の早いうちにほとんどが売れてしまうという大人気のお店です。コンセプトはお客様が必ず好きなパンが一つは見つかるような、皆さんが来ていただいた時にワクワクするようなあの商品だったり、見た目とかにもこだわって綺麗に作るようにしてます。そんなピクニックベーカリーの人気ナンバーワンがこちら、クリームパンです。卵を石岡市から取り寄せて新鮮な卵を使って作ってますね。こう何回も試行錯誤して1年ぐらいかけて、まあ、今の形になったかなっていう感じですね。うちは甘さ控えめだと思いますね。やっぱりたくさん入ってるので、途中で飽きてしまわないように、また次食べてもらいたいと思えるように、甘さは少し控えめですね。クリームプルプル、結構こう水分量の多い滑らかな柔らかいクリームですね。この周りのパン生地がもっと柔らかい。こんなにクリームが入ってるのに全然くどくないんですよ。本当に甘さ控えめで、洋菓子のクリームを連想させるような、口の中でさーっととろけていくクリームです。ピクニックベーカリーのおすすめパン、続いてはスイートポテトロールです。ひたちなかのさつまいもを使ってまして、もうそのクリームは自分で作って、既製品とかだとなかなかさつまいもの味ってこう出ないんですけど、ちゃんとしたさつまいもの味わいが出ているのでおすすめです。ではいただきます。デニッシュサクサク、お芋のほっこりとした風味がふわって口の中で広がります。角切りのさつまいももゴロゴロ入っていて、ほんと贅沢ですね。デニッシュのバター感とさつまいものほっこりとした甘みが相性抜群です。続いてリンゴのデニッシュです。リンゴもいろいろ種類があるんですけど、その中でも富士が一番その煮た時に合っていて、青森とか山形とかから取り寄せて、あんまり柔らかくなりすぎずに、特に食感にこだわってますね。リンゴサクサク、トロトロっていうよりも食感がちゃんと残っていて、でなおかつまろやかで芳醇な香りがするんですよね。中に入っているスポンジ生地みたいなのがアーモンドクリームなんですけども、甘すぎなくてアーモンドの風味がふわーって、アーモンドクリームのアーモンドの風味とリンゴの芳醇でまろやかな甘さ、あとこのデニッシュ生地のバター感がこう三位一体となった、秋を代表するようなデニッシュです。今日より明日より明後日みたいな感じで、手を抜かずに基本を忘れずに、また明日いいものを作れるように向上心を持ってやってます。筑波の外れなんですけど、近くに来た際にはぜひお越しください。昔ながらの味わいもトロプル洋風な味わいも、どちらも美味しいクリームパン、ぜひ味わってみてください。次回はクリスマス特集、さまざまなシュトーレンをご紹介、お楽しみに。